今世紀史上最強のスクーデッキ持ってきましたリュウです。さあ本日なんですが、新しいですね、スキルが追加になりましてですね、カオスフィールドを駆け抜けろっていうね、このスキル、でございます。どういうスキルかっていうと、自分の手札から、クリボーモンスターを1枚墓地に送ると、自分のフィールド上のカオスソルジャー、を、挑戦士カオスソルジャーに変えるっていう、または暗黒騎士ガイアをカオスソルジャーに変えるっていう、まあ要は、すごく遊戯っぽいね、映画版の遊戯っぽいね、スキルになってるんですけども、これ挑戦士カオスソルジャーを私使いたいなと思って、今回のデッキを組んできました。挑戦士カオスソルジャー効果はすごくね、まあ、強力ではあるんですよ。これは僕 OCG の方でも組んでたことあるんで、よくわかってるつもりなんですけども、このカードが戦闘で相手モンスターを破壊して墓地を送ると、モンスターの元々の攻撃力分のダメージを与えだったんですよ。元々はねフレームイングマみたいな効果だったんですが、なんとね、エラッタによって攻撃力の半分のダメージを相手に与えるのでクソ雑魚効果になってしまいました。おかしいって。いやこのぐらいあっても大丈夫だって。別にもう環境的にさ、インフレめっちゃ進んでるから、こんなの別にエラッタしなくてもいけるって。いやこれアイデンティティなんですよ、こいつの。その要は4000打点をコントロールしたとかで4000にして4500とかにしてぶん殴ってワンキルするっていうのがもう基本的にそのアイデンティティなんですよ彼の。それできないってやっぱおかしくない？俺おかしいと思うね。で、このカードが戦闘または相手の方向で破壊されるとデッキか手札か墓地から暗黒騎士ガイアを、特殊感できるっていう効果、まあ一応ね、戦線維持ができるっていう効果ですね。まあ非常にねかっこいいモンスターですし、イラストがもうまあかっこいいんでね、すごくね気に入ってるモンスターなんですよ俺。 OCG の方でもものすごく好きなモンスターなんですが、これはやりすぎだし、この半分っていうこれね、だしあとスキルでしか使えないんですよこのモンスター。いや正直こんなのカードで実装していいと思う俺。何をビビってんの。あとまんじゅう早くして。で、なんとスキルでしか出せませんので、しかもクリボー持っとけみたいなね、儀式モンスター出して、カオスソルジャー出してからなんかクリボー出たから捨てろみたいなことしないとこいつ出せないんですよ。いやもうさ、そんなことせんくても勝てんだって。大体カオスソルジャーってまずそもそも挑戦士を出して意味がないと、いうこと。そしてカオスフィールドを駆け抜けろなので、儀式の使い手っていう最強の儀式モンスターまたは儀式魔法をサーチするっていうスキルが使えないということ。めちゃくちゃ辛いっす。かなり辛いっす。相当救うわけだよ。このデッキは、めちゃくちゃ救ってると思う。ここ最近半年か1年か、わかんないですけど、作ってきたデッキの中で多分一番救ってんじゃないかっていうレベルで救ってるわ。コンボパーツ5枚。局所的ハリケーン。そして挑戦士の方が、手札にね、そしてカオスソルジャーが墓地にいてもいいんだけど、カオスソルジャー。それから、手札に光属性か闇属性のレベル4のモンスターとクリボールっていう。5枚です。コンボパーツは。はい。私ね、またランク戦で苦行をね、やってきましたんで、こちらご覧いただければなというふうに思ってます。そして一番やばいこと。これ、今回カオスソルジャーフィールドを駆け抜けろっていうね、スキルが、一応この闇遊戯くんで使えるんですよ。この DSOD 版の彼で使えるんですけども、これ闇遊戯さんですね、なんとですね、諸事情により、大人の諸事情により、ボイスありません。召喚ムービーありません。攻撃名のボイスもありません。特殊な演出ありませんということでございます。はい、以上です。救っていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、工藤雄星くんじゃないですか。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ救っていきましょう。さあまずはカオスフィールドの効果を発動し、カオスソルジャーを手札に加えていく。そして俺は魂のターンを終了し、死ななければ勝てるお祈り頼む、殺さないでくれ。クリボール握っときてえんだ、頼む。クリボール防御型で使うとさ、挑戦士出せねえからよ。まあね、一応クリボールぶん投げて、まあ、この手札であればカオスソルジャーを出して勝ちみたいなこともあるんですけども、あとは相手がまあ多分知らないと思うんですけども、多分これ知らないだから、ずれちゃった、マジシャンズロット召喚してロット効果で陣持ってくる。 OK。 マジシャンズロットがワンキルないからボールは握っといていいね。ってことは挑戦しちゃうんですよ。ただあとは本当にマジで局所ゲー、マジで局所ゲー。今コンボパーツ5枚のうち4枚揃ってるんですよ。今手札に5枚のうち4枚揃ってるっていうゲームなんですよ。つまりマジシャンズナビゲートを手札に加えて、マジシャンズナビゲートをセットして、因果切断をセットしたところで、俺のデッキトップ局所的ハリケーンドローに勝てるやつはいない。いきましょう。ちなみに俺局所的ハリケーン打つときいつもカオスブレード叫んでるんで、
すごいですよ。さあカオスブレード、局所的ハリケーンはカオスブレードです。実質ね。はい、デステリーだろ。神ゲーすぎ、神ゲーすぎる。パースビルに変更していく。でセリフを表情オンにしていく。いくぞ、カオスブレード。俺は手札よりカオスブレードを発動。カオスブレードの効果によって相手のセットカードを手札に戻すことができる。まあもちろんこれは効果発動するだろうけどな。さあ早くさっさとナビゲート発動しよう。ゆうせい何をしている。ナビゲート発動したと死ぬぞ。お、死ぬぞお前。ちょっとこれ見せて、よく見せて、よく見せて、よく見せて。カオスソルジャー降臨させますよ。で光で闇をゲーム墓地送りますよからのここ、セリフ、セリフ注目、セリフ注目。何も言わないっていう、何も言わないんですよ。何一つとしてカオスソルジャーが着地する。で何も言わない。でクリムゾンフォックスの効果を発動していく。そして、打点をゼロにしていく。そしてスキル発動。そう、君と戦うクリボールを捨てるという防御、クリボールを捨てるという防御によってカオスソルジャーが挑戦士カオスソルジャーに変身。そしてこれでバトルフェーズに移行する。いけ、そう攻撃名は言わない、もちろんカオスブレード。そう、そしてこのモンスターが戦闘で相手モンスターを破壊した場合、そのモンスターの元々の攻撃力のなんと、なんとなんとなんと半分のダメージを。なんで半分なんだよ、なんで半分なんだよ。でカイバイの方までもう一回攻撃できる。いけ、カオスブレード。ボイスはない、召喚ムービーはない、効果はエラッタされている。これがコナミのやり方だ。みんな、俺はこれアンケートに書くぞ。やばすぎるだろこいつの救い枠感。初日から実装されて救われてるってどういうことだよ、どういうモンスターこれ。いや、ハンドちょっと強いけどね、ハンドちょい強で、これ単純、まあ、これは局所を引くっていうだけです。あとはお祈り局所、お祈りブレード。さあタイタニックモスとかいうモンスターを一応なんか入ってるらしいですけど、私のデッキなんでなんでしょうかね。ちょっとすげえ適当に入れました、すいません。さあ、ヘルカイザーリョウ君はおそらくまあで月光かなんか、サイバリューかなんかでしょう、おそらくね。でもね、ぶっちゃけ言っていいですか、そのね、救ってる時がめっちゃ楽しいんですよね、遊戯王って。そのなんか環境デッキぶん回してるのが楽しい人ももちろん世の中にはたくさんいるし、否定はしません、全くね。なんですけども私は個人的には本当こういうなんかよくわからない、意味わからない救う枠をめちゃくちゃ救って勝った時になんかその魂の喜びみたいなのをちょっと感じる、ちょっと変態実況者みたいなのがあるんで、やっぱね皆さんとはねもしかしたらねその愛入れない、なんだろうな、精神状態っていうなのかもしれません。さあさあサイバーロードフュージョンいいだろう。ね、オーバーフローのセットだけちょっと回避できれば、まあ、ボールあるんで、まあ、これ調整値出せませんけど、ボールあるんでなんとかなりそうな気がします。さあ、サイバードフュージョンを打って、フィールド上のサイバードラゴンとなっている、モンスター2体をデッキに戻すことによってキメラティックランページドラゴンを特殊召喚していく。さあキメラティックランページドラゴンのモンスター効果融合さにした数だけ相手の数まで相手の魔法トラップ、まあ、自分のフィールドの魔法トラップも破壊できる。さあこれでカオスフィールドを破壊されていく。そして、キメラティックランページの効果、サイバードラゴン、まあ、機械族か、機械属性のモンスターをデッキから墓地に送ることによってその数だけ、攻撃権が増える。つまり今3回攻撃が可能。さあこれは負けてしまう、これはこのままだと俺はライフがゼロになってしまう。クリボール教訓書、教訓書、はい終わりました、了解です。いけ、挑戦士の方が発動、挑戦士の方がの効果によって俺はカオスソルジャーを儀式召喚していく。俺は光と闇のモンスターをデッキから墓地に送る、もしくは手札にから墓地に送ることによって降臨せよカオスソルジャー。一つの魂は光を、おい召喚工場言わせろやマジで。おい、まあどっちだったらいいか、どっちだったらまだワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンさる。でこれちょっと一回墓地見ますわ。開脈除外、開脈できるな、開脈除外できるんだったら、儀式サーチできるんで、もう一回出せますから、クリボールと、開脈を除外して、混沌手札に回収され、で、開脈が除外された場合の効果によって、儀式魔法を手札に加えることができる。さあ、いいぞ、結構強いぞ。よし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 、もう一回出せる。まあ、次のターン、生きてればな。さあ、もう一回生きていければいいが、生きたい、俺は。
行きたいマジで。ちょっとほんとコア召喚やめて、コア召喚マジでやめて、コア召喚マジでやめて。オッケー、なんかもう光ってるな。そっか、オーバーフローケースかね。なんだろうな、このタイミングで光る。まあオーバーフローだったら多分打ってると思うから、なんだろうな、サイバーロードだったら打ってないから、速攻魔法、多分サイバネティックフュージョンサポートとかなんじゃないかなと俺は読んでいるが、ちょっとわからん。ド級ではないですね、だから因果切断とかでもない。まあいいや、とりあえずこう出すわ。一つの魂は光をいざない、一つの魂は闇を導く、やがて二つの魂はカオスの光を作り出す。カオスソルジャー降臨。そしてムーンライトクリムゾンフォックスのモンスター効果、効果で墓地に送られると相手のフィールドのモンスターの打点をゼロにすることができる。そして、まあ、混沌あるから除外してもいいな。海辺の騎士の効果をコピーし、サイバードラゴンフィアをゲームから除外。そして、いやでもこれそのまま殴った方が強いんだけど、これそのまま殴った方が強いとか、そんなことは知らん。クリボールを墓地のグリー挑戦し、カオスソルジャー降臨だ。いけ、頼む、妨害しないでくれ。いけ、挑戦しカオスソルジャーの攻撃、カオスブレード、お祈りだ。よし、いけ、混沌の下の効果、くったまれ、くそったれが。絶対クリボール捨てる必要ない。さあ、お、もう一人の僕じゃないか、もう一人の僕、これちょっと反応が強いな。カオスフィールドの効果を発動、カオスフィールドの効果によってもう一人の僕のエースモンスターを手札に加えるよう、僕はターンを終了するぜ。さあ来て、もう一人の僕。さあこれはなかなか反応強いんで、結構分からせられそうな感じなんですけど、あとは、儀式カードが、ないとマジで始まらないんで、パーシアスの進撃、OK、パーシアスの進撃からのゼラディアス、強えな、おい、強えって、それは強いよ。バトルフェイズ、はい、2400、OK です。2400ダメージで儀式魔法引いてください、お願いします。神ゲーだ。おはようございまーす、おはようございます。神罰ね、まあ、1枚くらいはあるなと、ここまでは読んでいました。ポルターガイストで、あのバッグを1枚戻してしまえば、あ、それしか対象取れない、なるほど。そうか、そんな方があったな。それしか対象取れみたいな方があったな。もう1枚新罰ですか、もしかして。ちょ、新罰マジやめろって。